皆さんこんにちは。ワールドシリーズの全試合を独占生中継したフジテレビですが、ドジャースが世界一に輝いた10月30日の試合後の中継では、大谷翔平選手へのインタビューが実施されず波紋を呼んでいました。さらにその余波は、現地でドジャースを取材していた元巨人で野球評論家の本木大輔氏にも及んでいるようです。テレビ誌ライターは、富士の中継では山本由伸選手が本木さんのインタビューに笑顔で応じる場面が映し出されていました。シャンパンファイトの会場でも、同局の佐久間南アナウンサーが山本選手にインタビューしていましたね。一方、 NHK 対 BS のインタビューには2度応じていた大谷選手ですが、富士による独占インタビューは現在まで放送されていませんと話しています。同局の中継応援サポーターを務める中居正広さんは、スタジオで大谷選手もインタビューできるのかなと期待。しかし、大谷選手の単独インタビューは最後まで行われることはありませんでした。フジテレビといえば、今シーズン中に大谷選手の新居をめぐる過剰取材が日本テレビとともに問題視されていましたね。大谷選手の新居報道は、今年5月下旬に地元紙ロサンゼルスタイムズが報じたのが最初です。各メディアも追随して報じましたが、富士と日テレは現地で執拗に取材したのです。これには大谷選手も激怒したといい、6月には週刊現代で両局がドジャースから取材パスを凍結されたとも報じられました。富士の港浩一社長は翌月の定例会見で、取材パスの凍結は否定しましたが、大谷選手とそのご家族関係者にご迷惑をおかけして大変申し訳ないと謝罪。こうした経緯もあり、大谷選手とフジテレビの間には溝があるのかもしれません。大谷選手のインタビューがなかったことについて、フジテレビは本誌取材に、制作の詳細についてはお答えしておりませんとノーコメントだったようですが、富士は大谷選手からインタビューを拒否されたと見る人も少なくないようで、その日の子は中継に映り込んだ本木氏にまで降りかかる事態に、なんと過去に投稿した SNS の写真が改めて問題視されているというのです。本木さんは今年2月アリゾナ州グレンデールで春季キャンプを行っていた。ドジャースを現地取材しています。この時も山本選手にインタビューしており、その様子は富士のスポーツ情報番組 S パークで紹介されました。ですが、その陰では大谷選手のファンを中心に顰蹙を買っていたのです。というのも、本木さんは当時自らのインスタグラムアカウントに大谷選手のものと思わしき車の写真をアップ、車体のすぐそばに立ち両手で紹介するようなポーズを決めていました。許可を得て撮影していたのかどうかは分かりませんが、晒したらダメと本木さんの行為をいさめるファンもいました。批判が相次いだためか、ポストはすでに削除されています。今回の WS では富士の取材チームの一員だったかどうかは分かりません。しかし、山本選手にインタビューする場面が映り込んでいたこともあり、 X では一部ユーザーから富士の過剰取材と関連付けて蒸し返されて、本木氏も大谷選手から取材拒否されているのではと噂されているようです。フジテレビの WS 中継では、鮮やかなピンク色のニット姿も注目を集めていた本木氏、にわかに8ヶ月も前のポストが再燃し、 X では火に油、これは大体の人が切れるわ、わらわら、マジでわらわらわら、フジテレビ並みやん、大谷翔平フジテレビに家さらされ、本木に車さらされ、さすがにかわいそうすぎる、やっちゃいけないことをやってんな、同じプロだったのに、などと唖然とする声が上がっています。そんな本木氏ですが、ネットユーザーの間では本木氏の衣装がピンク色だったことも話題に。ドジャースはユニフォームの色がブルー、ドジャーブルーとあって、なんでピンクなんや、青黄色よ、ドジャースに敬意を示すためにブルー系の服着るのがマナーなのに、といった苦言を呈する者も。スポーツ紙記者は、ただ本木氏も用意された衣装を着ただけなのかもしれません。ちなみに、本木氏のインスタグラムには、ピンクの本木さん目立ってました、遠くからでもすぐ分かりましたと衣装を褒めるなど楽しげにコメントしているインスタユーザーも散見されますが、それらに対して本木氏自身がすみませんと返信しています。やはり本人も気まずかったのでしょうかと話しています。ネット上には、本木のインスタ見てきたらピンク目立ってたの好意的なコメントにも、全部すみませんで返してて、なんかもういたたまれなくなった、かわいそう、本木は被害者、インタビュアー本木がかわいそうなどと本木氏に同情する意見も見られる。いつの日か本木氏の大谷インタビューが実現する日は来るでしょうか。今後も
元騎士と大谷選手の関係について引き続き調査していきたいと思います。最後に今回の騒動についてのヤフーニュースのコメントをご紹介します。今まで見ていたいつもにこやかで穏やかで礼儀正しい大谷選手、スタジアムで勝利に盛り上がりながら取材に応じていた中で見たことがないような大谷選手の険しい表情、何って思っていたら藤が取材拒否されたらしいことと理由を知り、その状況でよくも取材しようと思えるなと呆れた中でも、自宅をドローンで空撮して家の中の夫人らしき人まで映したとは非常識にも程がある愛車を晒すのもどうかと思うが、大谷選手の愛車や自宅前までなら把握しているメディアやファンは他にもいたとは思う。だからとそれを晒したり自宅近隣で取材するのは全く別、フジテレビの体質を疑う、ちょっと思いました。もし元木大輔さんが尊敬できる人だったら、あの先輩ならと制限のもとインタビューに答えることがあったかも。いや、ないかな。いつも感じのいい大谷選手がカメラの前ですごい剣を表にしていたから、本当に怒らせてはいけない人を怒らせてしまったんだと思います。マスメディアとして大失態だと思います。むしろ大谷選手は引っ越しができなくなったりでものすごく迷惑をかぶったのに優しいくらいだと思います。最初大谷さんはインタビュー OK 出して、その方向に向いたら元木がいて、一別してさっと嫌な表情に変わりましたよね。ノーを伝えた担当者も渋い表情してました。せっかくの見祝いの場所なのに嫌な思い出が蘇って気の毒でした。どこまで藤は厚かましいんだ。元木は体育会系のノリでやったことなんだろうけど、世の中それでは通用しない。ドジャーブルーの中にピンクの服を着ていく、それは目立つだろうが、ドジャースに対する敬意が欠落していると言ってよいだろう。藤も大谷と早く手打ちすることだ、うやむやにしたくても世間がそうさせない。来年大谷が二刀流復帰して素晴らしい成績を残しても、このままではその報道が限定されることになる。年をまたいだらそれこそ大谷は藤を相手にしないだろう。組織の論理は外部には通用しない。誰か担当部局の責任者に責任を取らせるしかないのではないか。早く決断して落とし前をつけることだ。米国ではメジャーリーガーを狙った強盗が頻繁に起こっているという。銃を持っている可能性も大きい。大谷選手の住居や車を晒せば最悪一番大切なマミコ夫人が傷つくことになる。大谷選手は住居を変えざるを得なくなった。謝ればいいというものではない。何もなかったからいいじゃないかというレベルの問題でもない。何かあったら責任を取ることなどできるはずはない。大谷選手が怒っているのは人命を軽視した藤の取材姿勢に対してだろうことは想像に難くない。言っていることとやっていることがバラバラなんだよ。藤は大谷選手には今の姿勢を貫き通してほしいと思う。以上です。いかがでしたか。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント残してもらえると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もお待ちしています。それでは、また。